はい、皆さんこんにちは。リナでーす。サカです。なんだったっけ。何はい、もう一回いきます。え、自分のチャンネル名忘れたの。LT ブログでしょ。はい、皆さんこんにちは。リナでーす。サカです。LT ブログでーす。私たちはドイツに来てまーす。今日はドイツの民族衣装を着てます。はい、そうだよ。かわいいでしょ。レナのディアンドル。かわいいかわいい。僕のレーダーホーゼ。今日はちょっと、バイエルン州の、祭りの日です。5月入って5月1日はお祭りがあります。マイバウムフェスティバル。セアグッド。おう、その通り。友達と来てます。ハロー。レナの小学校からの親友ですね。そうそう。と彼氏さんと一緒に来てます。そう、タカが、服を借りた。あ、そうだね。彼氏のフローに服を借りました。祭りがあるところまで行きたいと思います。めっちゃ街かわいいね。ね、あそこに教会があります。街の中心だね。そうだね。だからレナのマークトシュバーベンよりも大きい気がする。教会自体は大きい。一緒。街の大きさは一緒ぐらい。一緒ぐらいじゃない。ちなみにこの街の名前はわかんない。プリーン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 。という街。パパのプリーン。そう。ちなみにメリーは日本語喋れますので。あ、あそこに人が集まってるから。あ、本当だ。多分お祭りかなんかやってるね。あ、なんかやってるね。おお、なんか木を持ってるみんな。そう、あっちで立てようとしてる。マイバウン。5月の木っていう意味ですね。そうだよ、そうだよ。だからその木を今から建てるの。ああ、そう。で、あのクレーンが一応あるんだけど、ここはなんかまだ手でこういうスティックとかで、手でやってる。人力で上げようとしてんだね。そう、すごい。見て、みんなあのレーダーフォーで来てる。みんな中よりかっこいいよ。何を。日本人が一番似合ってるよ。いや、全く。やっぱドイツ人の本場の人が着るとかっこいいね。日本の祭りだったら出汁を引いてる人みたいな感じだよ。ああ、そう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 。全く一緒だよ。若い衆だね。で、みんなお酒を飲んで。だからみんなのガタイが良すぎるな。ドイツ人って感じですね。これちなみにさ、今ここしか見えてないんだけど。長いよ。長くて20メートルぐらいある。ある。この木。あるある。これを垂直に立てようとするんでしょ。そうだよ。まあまあ大変だよ。まあまあ大変だと思う。私も見たことないよ。あ、これマイバウムフェスト。立ってるやつは見たことあるけど、立てることは、見たことない。上がりましたね。上がりましたね。お、1個上がったね。大きいね。めちゃくちゃでかい。これそうだね。大変だね。なんかめっちゃ時間かかるらしいから。こうゆっくり上げてるもんね。そう。そこでそこに入れてこう立ってる。だからここで1年間経つと思うよ。え、1年間経つの？Wenn der Maibaum aufgestellt ist, steht er erstmal ein Jahr, oder? Mindestens, also er steht eigentlich 4 Jahre. 4年間。4年間。For years if it's not hit by a lightning, for example. Okay. For example, where I live, the Maibaum was sent up. 2 months later, it was struck by lightning. Oh. They made a new one, built a new one up, and again 2 months later, lightning. Oh, shit. Yeah. 変わった。変わった。ほとんど高さ変わってない。ね。でもなんかすごいやりきった感出してるね。え、子供たちはね。え、ボーンとこいめ。タカは何でも面白いね。住む夢。そうだよ。ボーン住む。だからそういうデコレーションショップだよ。ああ。タカのドイツ語が上手になってるよね。なんか全部昔ながらのドイツだね、建物は。そうだよ。あの奥の建物もめっちゃドイツっぽい。コテージみたいな。あっち、うん、ね。鐘が鳴ってますね、教会の。はい、1時です。あ、毎日1時になるとなるんだ。これ1時間おきになるのかな。はい、1時間おきになるよ。これミュージアムだ。うわ、すごっ。建物がめちゃめちゃ古そうだね。入ってみる。ゲッアフネ。入ってみますか。あ、マスクいる。え、なんかめっちゃ暖かいよ。この部屋めっちゃ暖かい。
これがトラディショナルなドイツのリビングルームだって。そう。見てるな。欲しいね。レーダー構成。なんかもっと本格的な、なんていうの、あんま触らない方がいいか。そうだね。あとレーダーホースに合わせる上のジャケット。これめっちゃなんか新しい。これ欲しい。この割になんか新しく見える。そう、これとこれできたらかっこいいよね。俺でも似合うんじゃない？いや、タカにも似合わないよ。これは昔の多分ドイツのベッドルームだね。昔のドイツにももっとあの短かったよ。ここにキッチンだったよ。だからここで料理を作って、昔のプレートとあのコップ。で、これあのケーキの型とか。なるほど。だから普通にケーキを作るのが本当にあの伝統だよ。そう。屋根裏がね。あれに似てるなと思った。あの白川郷。白川郷。そう。確かに。うわ、馬車がある。昔の馬車じゃないこれ。あ、すごい。あれだよ、消防士だよ。消防車これ。あ、ここに水を入れて。雨がめっちゃ降ってきた。だから私たちはそんなに長くここにいないけど。あ、始まったね、祭り。そうだね、ここであのベンチがあって、あの飲み物とか食べ物があって、あとは火が立った。立ちました、マイバウム。すごいね。ダンサーズ。おー、ダンスもあるんだ、トラディショナルな。すごいじゃん。おー、ドイツ人。見てください、立ちました。でもなんかまだなんかやってるよ。すごいね、やっぱ20メートル以上あるんだよ。ストレートじゃないからね。なんか斜めってる。斜めってる。大丈夫かな。おーおーおお。めっちゃ大変。OK。ということで行きましょうか。Let's go。あっちにも音楽隊がいる。そう、でもまだ何もしてない、ね、本当にこれを待ってるんじゃない。あの人たちが音楽流して踊るんだ、さっきの女の子たちが。うん、そうはい、ということでちょっと移動してきました。雨も止んだ。さっき雨土砂降りだったのでフェスティバルの中でご飯を食べるのはちょっと諦めて、なんかおすすめされたこちらでここのめちゃめちゃドイツっぽいレストランで食べたいと思います。もう2時過ぎですので、めっちゃお腹減ってる。で、行きましょうか。楽しみにしてます。おー、very nice。OK、thank you. すごいね、ドイツの雰囲気。ね、めちゃめちゃいいね。これシュニッツェルがいい。あ、昨日食べたわ。え、昨日食べたでしょ。私、ケーズスペツレ。ケーズスペツレ。あ、ワインのブラッドもいい。これをシェアする？チーズパスタ。ケーズスペツレ。どう、シュワイネブラッド。うん、豚のやつ。あの、オーブンで焼いたやつ。あの、ビールソースがかかった。じゃあこれでしょ。美味しいわ。ドイツっぽいね。うん、そうそう。ダンケ。入ってないよ。何が？あ、フロール別にしてから。あ、フロール。そう、やった。プコース。プコース。あ、美味しい。美味しい。ちなみに頼んだビール、ホープボーイハウスって書いてあります。ミュンヘンで有名なやつ。いや、でもミュンヘン以外にもいろんなホープボーイハウスがあるよ。この意味は何なの、ホープボーイハウスって。何？ビール。何？バサイスのやつを説明できないね。説明できない。日本語ができない。だあのブルエリーハウスみたいな。蒸留所みたいな。ビールを作ってる場所。そう。But from royalty。おお、国から認められたってこと。そう、yes. So she's much better at explaining that. I have no knowledge. It's really 恥ずかしい。Thing you waste. これはピルスナー系かな。美味しい。ちょっと日本のビールに近い。から俺的にはすごい美味しい。バスタスト。I can't speak this Canadian. It's a Canadian. It's a Canadian. It's really good. It has cheese in it. Of course, I mean, if you're gonna film Bavarian food, it's gonna be in Bavarian. Sorry for that. Cheese in there. Cheese in it. Oh yeah. But it's vegetarian, so. Eh?
It's vegetarian. So what is it made from? It's no meat. Ah, okay. What's a knödel? Made from alten Semmeln. 私も食べたことないよ、これ。あ、そうなの？うん。熱い。パンとチーズのスープみたいな感じ。あー。Very good. ベジタリアン用だからね、うん。お肉じゃないもんね。なんか見た目お肉っぽいけど。うん、私もお肉だと思ってたけど。味でわかるよ。Put something like bacon in it. Oh, that would be nice. うん。本当だ、パン。Yeah, right? このパンがこのスープをめっちゃ吸い込んでるからめっちゃ美味しい、mm-hmm. yeah. コンソメに似てるかもしれない味付けは。Oh, nice. ケーゼシュペッツェ、チーズスパゲッティですね。スパゲッティじゃない、no, no, no. No. シュペッツェはスパゲッティでしょ。パスタか、ショートパスタ。 No, no, it's not. Well, okay. It's totally different from pasta. No, it's similar not, to no. pasta. If you want to compare it to anything, it's similar to pasta. It has nothing to do with that pasta. It's similar to pasta. パスタに似てるけど、ドイツ人が怒るということ。で、これがケーゼシュペッツェと、こっちはシュバイネブガーテン。豚のロースト。ローストのポーク。豚。ポーク。そう。うん。うん。美味しい。あの、上にこのローストのオニオンが。カリカリ玉ねぎ。うん。美味しい。シュペッツェ。レナの大好きなシュペッツェです。うん、柔らかい。あとソースがたっぷりかけてるからめっちゃいい。めっちゃ美味しい。トマトの酸味が強い。プラスビールソース。そうでしょ。あれ、あの、意外とあれだね。まだ俺肉1枚しか食べてないのに。もうお腹いっぱいになってきた。まあ、さっきスープを食べてサラダを食べて。これかもしれない。メイン、あ、まあ、クヌードルが。お腹にクラムネ、あとビール、もうお腹いっぱい。まあ、そっか、ビールも飲んでるもんね。これクランベリージャム。クランベリーじゃない。クランベリーじゃない。It's the same. ライズルビアメン。これ昨日シュニッツェル食べた時もこれついてた。Mm-hmm. あ、ついてたの？だからドイツでこれ。It goes very well with、ね、the meat. Yeah. ちょっと甘くて。そう、yeah. 甘酸っぱいって感じかな。うん、yeah. で味変にめちゃくちゃいい。味に飽きてきたらこれつけたらもうまた味変わるから。うん。美味しい？うまい。これつけた方が俺は好きかもしれない。うん、私も好き。めちゃくちゃ美味しい。全部食べたね。うん。多かったよね。もうま、もうここちぎれそう。そう、最初から結構きつかったけど。大丈夫？大丈夫よ、こっちすごい。この服に慣れた？うん。うん？もう毎日こんな服。いや無理無理。このレーダーホーダー硬いから、座ったりするとちょっと辛い。バイアンの人になれないってことだね。うん、残念ながら。まあ、ライダー。も合わないし。合うよ。はい、ということでお昼ご飯を食べて戻ってきました。毎晩が立ちます。立ってます。あ、これか。そうだよ。いいだよ。これだね。立ってますね、完璧に。でもまだあのボードとか何も飾ってないから、本物の毎晩はこんな感じだよ。木の間になんかいろんなプレートがデコレーションがいっぱいあって、デコレーションがある。はい、ということでマイバームのフェスティバル、もうね完全に終わってますね、後ろ見ると。そうだね、もうみんな片付けて誰もいなくなりました。今日は雨も降ってそんなに素晴らしくはなかったですけど、マイバームフェスティバル。そう、場所も間違えたかもしれない。もっといいマイバームフェスティバルがあるよ。そうだね。この動画はここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。